任せて雲が流れてく。どこへ向かおう、行き先は決まってるから、風に任さずに泳いでこう。強い風に逆らっても、ありがとうございます。
面白いです。ありがとう。ではでは、高職六弦男の多分一番手務めさせてもらいます山本氏です。よろしくお願いします。スラム。トリやったね。トリでした僕。嫌やんトリもう。ありがとうございます。ではではなんか今日はねゆるりと僕の新曲をいっぱい聴いてもらおうと思っています。ちょっと。いけるかな。間違えてもいいよね。ごめんね、間違えたら。で間違えたって言えへんかったら分かれなかった。分かれなかった。分かりました。ちょっとただただこれが落ちたらすみません。譜面立てが。よし、いくぜ。ワン、ツー。ちょっとコードだけ確かめ。最初の音だけ確かめさせてね。ダーン。オッケー。やれた。ワン、ツー、スリー、フォー。バンドピーバンバン。バンドピーバンバンバン。バンドピーバンバン。バンドピーバン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 。優しくしたら舐められて。クールに決めたら無視された。憎いくらいタイプなあの子、男にモテてる様子もない、僕にモテてるだけの人、無駄にお前は高飛車すぎる。おいおい恋心、そろそろ諦めろ、手を伸ばしたならば届きそうだけど、神様の悪ふざけ、おうおThank you.
ために歌います。恋さん、山田君、お久しぶりです。1月の27日、公職6限男ライブご一緒させてもらうんですけど、ちょっと追加の違いです。楽しい配信会があるって聞いてるんで、僕もそこにちょっと参加してる気分で今、そっちに向けてメッセージしてます。27日よろしくお願いします。いいライブするぞ。という感じです。みんな来てください。依頼をしてくれるっていうことで。そうですね。告知、はい、私前澤は水曜日木曜日はですね、難波と恵比寿町の間の南海電車のガード下のオーケストラっていうところで6時から2日間連続やらせていただきます。よろしくお願いします。金曜日、水木がそこで、金曜日がワンドロップです。そんな感じでですね、続いていきますんでよろしくお願いします。じゃあ、次はコービタンがですね、今日はありがとうございました。楽しい配信の時間を楽しみました。告知が、今週の金土日と、京都大阪和歌山と、3日間連続でライブがあります。金曜日と日曜日はここのベアーズカフェにも出演されている玄華さんというとっても素敵な歌を歌う女性の方と一緒に回ります。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。推しを忘れたウォーリー山田総司でございます。そうですね、僕はもうここに来てくれたらいいんで、2月24日日曜日ここで、ベアーズカフェ18時半オープン、スタートが19時のやつでやります。なんとゲストじゃない出演者が竹村照義さんと日月真嗣さん、それ都築美也子さんと山田総司でやります。ぜひよろしくお願いします。来たらもうビール2杯ぐらいおごります。おはようございます。2杯ぐらいおごるよ、来てよ。もうね、ありがとうございます。らしい、らしいですよ。狙いを起こりますんで、はい、30人ぐらい来て僕を破産させてください。ありがとうございます。タイムラグが3連チャンですね。そうなんです、3連チャンです。コビタも3連チャンで、ライブがあります。そうですね。で、27日は今日の3人と、あとブルースギターかっこいい、斉藤和義くんじゃないですか。斉藤敦くんと、鴨慎吾、これがですね、脱力系が今流行ってるんですけど、まあ、巷では脱毛系ミュージシャンと言われてますけども、鴨慎吾くんめちゃめちゃいい歌を歌います。そしてさっき画面で出てくれた岩井ワイくんね、これがおしゃれな、コードを使いながらいい声で歌ってくれるんですよ。その6人ね、1日でまとめて見れるのか見させられるのかわかんないですけどですね、6人1日で見れるっていう結構お得な1月27日ですね。めっちゃお得ですよ。順番は決まってるんでね、僕が一番に歌うんで、6時半から歌いますんで、6時半にできたら来ていただけたら嬉しいなってとこでですね、使命は、今日のね、山田君がまだみんなでコール&レスポンス、ね、そうですね、出演天ぷら牛肉ワカメ覚えてきてくれてたら、もうそうですね、そこだけ覚えてくれたらもう完璧と思います。おー、わかる。毎回でも間違いますね、キツネ、天ぷら、牛肉ワカメ。おー、覚えました。覚えた。順番がね、難しい。そう、難しいよね。大きい声で言おうと思うんだけど、間違えてしまうと、うどんスープと一緒です。うどんスープもある順番難しい。天ぷらあれ僕が先ですからね。マジで、ほんまにあの人より僕先ですからね。ネット上でみんなでしようね。ここでは盛り上がらないけど。サップ系な街の汚いうどん屋で、上着を脱いで腰下ろし、メニュー板を見た。サップ系な街の汚いうどん屋で、上着を脱いで腰下ろし、メニュー板を見た。ホームランって書いてあった。ホームランって何なの。ホームランっていうのは、
ホームランっていうのが狐、天ぷら、牛肉、わかめ。狐、天ぷら、牛肉、わかめ。カモン！狐、天ぷら、牛肉、わかめ。狐、天ぷら、牛肉、わかめが入ってる。帽子忘れちゃったよ。なんだっけ、ゴージャスなうどんのことさ、ゴージャスなうどんのことさ、君もいつか試してみてよ、君もいつか試してみよう。上着を脱いで腰下ろし、メニューパンも見たら最後。君もいつか試してみよう、君もいつか試してみよう。上着を脱いで腰下ろし、メニューパンを見たら最後。キツネ、天ぷら、牛肉、わかめ。キツネ、天ぷら、牛肉、わかめ。キツネ、天ぷら、牛肉、わかめ。皆さんで、キツネ、天ぷら、牛肉、わかめが入ってる。ゴージャスなうどんのことさ、ゴージャスなうどんのことさ、君もいつか試してみてよ、君もいつか試してみよう。上着を脱いで腰下ろし、メニューパンを見たら最後。君もいつか試してみてよ、君もいつか試してみよう。上着を脱いで腰下ろし、メニューパンを見たら最後。気になるお値段は1280円もします。ありがとうございました。邪魔だぞ。公職6限男よろしくお願いします。1月の24日ですよね。27日です。よろしくお願いします。みんなで、ね、狐天ぷら牛肉わかめ言いに来てください。ありがとうございました。ではありがとうございます。あー面白かった。